女性の社会進出が進み、女性を取り巻く状況と働き方も大きく変化しました。こうした中、企業としても女性が働きやすく活躍できる場を作るとともに、女性の健康を支援する健康経営への取り組みが重要な課題となりつつあります。健康経営とは、企業が経営戦略の一つとして従業員の健康管理を考え、従業員の健康管理に向けた投資を行うことです。これを実施することで、従業員の生産性の向上などが期待でき、結果的に企業の活性化、業績向上、企業価値向上につながると考えられています。健康経営の取り組みの中で注目されているのが、女性特有の健康課題についてです。労働力調査によると、2021年時点で女性の労働人口は約 44% を占めており、労働者の約半数が女性です。人材不足が課題となっている昨今の状況を踏まえ、より一層女性の活躍を支える女性の健康への対応が期待されています。また、2022年の健康経営銘柄及び健康経営優良法人の認定要件では、女性の健康保持増進に向けた取り組みが評価項目として明記されたことも、企業が働く女性の健康課題に対して真剣に取り組まなくてはならない大きな要因の一つとしても考えられるでしょう。実際に月経に伴う女性特有の健康課題、いわゆる月経随伴症状による1年間の社会経済的負担は、皆さんが通院される費用やドラッグストアで購入される医薬品である一般用医薬品よりもはるかに大きい労働損失として生じていると報告されています。働く女性が増えてきた現代社会だからこそ、企業としては経営戦略の一つとして、より一層女性の健康課題に真剣に取り組むことが重要です。性別や年齢に関係なく、一緒に働く同僚や家族のためにも、女性特有の健康課題について正しい知識を持ち、かかりつけの婦人会を持つなど、アクションを起こしていただくことが今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。当院でも働く女性の健康相談や企業向けのセミナーなどを実施しておりますので、ぜひご相談ください。